皆さんこんにちは。うわ、取り出しか。取り出し、9連勝。取り出しじゃない。取り出しではない、中飛車。取り出しって、取り出し。嬉しの理由。嬉しの理由か。あ、嬉しの理由で、ちょっと振り飛車にしたら取り出しみたいな感じになるんか。あえて受けて立ってみようかな。あえて受けて立ってみよう。振り飛車党だったんですけど、昔。振り飛車やめた理由は、まあ一番は相振り飛車が嫌だからっていうのもあるんですけど、もう一つはこういう取り出しみたいな将棋を相手にするのが苦手だったっていうのもあるんですけど、苦手なのになぜか立ち向かっていく。はい。苦手なとこにも立ち向かっていっていいじゃない。三つをってことですね。いやー、これ全然受け方わからん。いや、わからんは言い過ぎやけど、ちょっとこれはまあでもとりあえず美濃ぐらいには囲うんでしょう。美濃ぐらいには囲っといて、なんか空から角角で、このラインで反撃したイメージはあるんですけど、間違ってないですかね。いや、相手の方の得意戦法やから怖いな。まあでもこういう取り差し系の将棋苦手って言ったんですけど、なんていうか、美濃の硬さを活かして、相手陣に食いついて逆転を狙うっていうのは好きだったんですよね。だから、ちょっと美濃に組めたから、この硬さを生かして、ゴイゴイでいきたい。で、歩突きにはまあ、さすがに同歩。歩突きも考えてみたいけどな、銀出させないために。でも、将棋界に古くから伝わる格言として、最初にぶつかった歩を取れないようでは、すでにおかしいっていうのがあるんで、で、こっち自然に駒組みしてるだけなんで、今までの指し手がおかしくないのは、ほぼ確実。それは言い過ぎ？だから、同歩って取っていいような気がするけど、銀出られて、わからないので、突くか。どうなんやろ。普通に取った方がよかったかな。まあまあまあ、でもいいでしょう。これで、銀防いどいて。こう相手の方の指し手難しい気がするよな、これで。まあ、銀、まあ、これは取っといて、銀使ってくんのかな。あ、銀出てきて。なんかもうブッチしたい。それは嘘。それは嘘なんですけど、これは次、歩突き同歩同角とか攻める手を狙ってまして。角道遮断法人日本将棋連盟って言ってはあるけどな、ここに歩打っといて。でもなー、なんかここに歩打つのって振り飛車って感じじゃないよな。歩はここ打たずに飛車ズドーンで勝ちに行くのが振り飛車な気がする。振り飛車は金上がりか？振り飛車は金上がりじゃない？やっぱり美濃囲い。やっぱり美濃囲い。で、銀使ってきて。どうなんですかね、こういうのは。飛車回って、四間飛車にする。意味ないか。歩を押さえても、銀出られて、むしろ歩を狙われるから、謎。角引く。角引く。ちょっと角引いて飛車道通すか。あと、歩突き、角出を見せて。でも、位取られるんかな。歩突き消して、こっちの。やめてください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 。やめろください。ここを突くのはやめろ。まあでも疲れてそんなに嫌なのか。まあ、やばい、はい、気持ちいい。これでもう角で見せたら勝ちよ。うん。このゲーム角出たら勝ちなんで、はい、一回出とくー。ほんまか？止められて。角をランクだったら8筋ガバガバやけど大丈夫そう。8筋ガバオやけど。え、8筋ガバオ大丈夫そう。まあ、これ銀逃げるしかないか。これ銀出られてどうするんやろ。銀引きもある。まあ、銀引きなら、飛車寄って8筋受けるか。
銀引いて、こうズーンって通して8筋狙う手はあるんですけど、飛車回ればまあ受かるか。ただ銀ズンって来られると、飛車回って受けても、歩突き同歩同銀で結局もうズンズン来られるんで、あー方向転換。方向転換のプロってこと？でもそれってさ、もうあえて銀上がってみるのどう？次取りますよと歩。ここへの利きを足して、次取りますよと。取られちゃうんですけど、取ってくれたら角で香車取れるんで、はい、プロ。今の銀上がりで単に歩を取ると、同銀で攻められて、角圧迫されて嫌なんですけど、銀上がって、次取りますよの姿勢ですね。うますぎ。知らんけど。まあでも不満はないんじゃないかな、これなら。でも歩とかでしばきに来るんかな。それはちょっと気持ち悪いな。やっぱ空突きとかされるとこの銀が働きそうなんで、こっちとしてはできればこの銀はニートでいてほしいので、なんか空突き同歩同銀とかでこの銀を狙いに働かしに来るのが嫌ですけど、銀も嫌です。全部嫌です。はい。これはどこに逃げんの？まあ一番下がいいかな。当たりの弱いとこに逃げとくのが、大駒を逃げるときは基本。なんで一番下に逃げるのが基本ですね。ただ銀出て、銀で防がれる。防がれちゃいまして、むずい。銀すり込みから銀で気持ち悪いから金上がっとく？一旦。一旦ね。シャアなしやで。玉薄くなるからシャアなしやけど、ちょっと銀すり込みキモい気がしたよな。キモいとか言ったらあかんな。キモいとか言っちゃダメなんですけど、ちょっと嫌な気がしたんで。これで次歩で銀を追い返せますね、一応。まあ、追い返すか。追い返した方がいいんかな？なんかこれ続いたら銀追い返せるんですけど、角でっていう手がなくなるんで、損得微妙やけどな。で次銀狙われてるでしょ？気合の桂跳ね。桂跳ねを防ぐ。ただ、桂頭が露出したので、歩突きの筋が怖すぎる。相手の方一歩持ってたら歩突きで終わりますね、こっち。歩突き同金に歩打たれて、同銀同銀同金に同角って取られて金損しちゃうんで、どういうこと？同桂で？桂得は勝ちよ。桂得ってしたら勝ちなんで、で、これ、歩突きで桂馬取ろうとしても、こっちに桂馬なれるし、おい！もしかして、僕と同じ側の人？三間飛車が側だったかもしれないですね。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。今回は先手番でやっていきます。相手の方は、四間飛車ということで、四間飛車か。四間飛車党の方ですねってことなんですけど、バックメン。バックメンなんですけど、バックメン。ちょっと取らんとこ。今回は、ちょっとこないだシュガーさんがやってた新しいシュガーシステムでもやってみようかな。なんか雁木に組んで、こうちょっとバランス型に組んでって感じで刺されてたと思うんですけど、ちょっと待って、でも動画見たのが数日前やからちょっとにわか知識になってしまう。にわかは相手にならんよって。にわかは相手にならんよってなっちゃうんですけど、ちょっと思い出しながら行こう。なんかとりあえず、このダブルガンギみたいな感じの形を作ってたはずなんよ。ダブルガンギングで。ほんまか？こんな手順じゃなかった気がするんやけど。こんな手順じゃなかった気がするんやけど、ちょっとダブルガンギングからの角をこう、ちょっと真ん中に配置するようなことも見せつつみたいな。ちょっとにわかすぎるな。申し訳ないです。ちょっとこれ、終わったら見返そう。こう、とりあえず一回見て、で、一回見ただけだと、やっぱ戦法って身につかないと思うんですよね。
身につかないんですけど、あれこうやったっけみたいな思いながら刺して、で終わった後にもう一回見直すことで、こう戦法って定着していきますよね。自分は結構定石書とかはそれで身につけましたね。とりあえず一回パーッと読んで、まあ、パーッと読んだだけなんで身につくわけないんですけど、その後にこうもう一回定石書見て、ああここ忘れてたなみたいないう感じで覚えてましたね。なんか暗記って結局思い出す作業が大事って言いますよね。いかに思い出そうとするかで、その記憶の定着率が変わってくるみたいな感じなんで、ほんまか？ちょっと待って。なんか自信なくなってきた。こういう陣形のイメージやったんやけどな。これでなんか橋とか狙いつつっていう感じですよね。うん。なんかな、この間角代わりでこのシュガーシステムみたいなことされたよな。でもシュガーさんって角代わりでこういう陣形は組んでなかったですよね、多分。なんか初手というか最初から雁木、角道止めて雁木系にしてこういうバランス型に組むっていう将棋は指されてると思うんですけど、角代わりでもあるんですかね。角代わりでもこういう形に組むことも、まあ場合によってはあると思うんですけど、最初から目指してるのはあんまり見たことがない気がするかもしれない。まあ対右玉に対してなんかこういう陣形に組んでるのはでもよく見る気がするかな。まあこんな感じで組んどいて、次に飛車回って歩突き同歩同桂から殴っていく感じでいくか。これ歩突く手もあるけど、かえって歩突き同歩同飛車とかで攻める余地与えちゃうから、まあ、つかずにこっち行くか。歩突かないと、なんていうんですかね、飛車先伸ばされちゃうんですけど、まあ、伸ばされても次、歩突きには同歩とか同桂で対応できるんで、まあ、それはいいかなって感じで、行きまして、で、これは歩突き同歩同桂で桂交換できるんですけど、その桂交換がどっちが得なのかがよくわかんない。一回金寄って引き締めとく。まあこれも損得微妙やけどな。寄れば玉は硬くなるんですけど、なんか後々、こう、歩叩き同飛車銀打ちの、割り打ちの銀とかで、しばきに来られるんで、損得は非常に微妙。非常に微妙いんですけど、どうしよっかなー、これ。暴れるなら、歩突き同歩、歩突き同歩同角とかいう暴れ方はあるんやけどなー。ちょっと暴れすぎてる嫌いがある。ちょっと暴れすぎてる嫌いあるよね。まあ、歩でちょっと桂交換しとく？一応相手の方のこう、守りの急所の桂馬と、まあ、こっちの、これなんなんやろ。なんか攻めでもないし、守りでもないし、何の桂馬かわかんないんですけど、まあ、それを交換できるんで、まあ、いいかな。で、同桂で、ここで取らずにこう放置するっていうのも、受けの一つ手筋ですね。同歩って取ると、同飛車で、こっち歩切れ解消できるんですけど、取ってくれないと、こう、取ってくれないとこっち歩切れ解消できないんで、まあそうやって受けるのも手筋ではあるけど、なんか歩突きとかでも殴りに行きたいな。いやー、それは嘘かな。それは嘘かな。それはさすがに嘘。これまあ歩突き同歩同桂って言うては相手の方狙ってるんですけど、それには飛車を回る手があって、桂成りには飛車取れるっていう対応があるんで、歩突きはそこまで警戒しなくていいと思うんですよね。警戒しなくていいんですけど、じゃあ何刺すのって言われた時に、わかりませんってことになるんで、なんか金寄ってくっつけとくか。謎の囲い。これが新時代。これが新時代の将棋ですよってことですね。でもこれ寄っちゃうとちょっと2筋薄くなるから、歩突きでしばきに来るはあるかな。説はある。金がちょっと2筋カバーしてたんで、ええー、
それはちょっとダウティーじゃない？それ、ダウティー説、ないのかな？系統が薄くなったんで、封付きとかで入手しに行きたいんですよね。ただ、まあこっち不切れなんで、歩が打てないと、いうのはあるか。風付き豆腐桂打ちとかも桂跳ね見せて鉄字やけど、ちょっと今やるのは桂馬打っちゃうと飛車の利き止まって攻めつなげるのが大変になりそう。お手手が難しい。お手手が難しいお年頃ですね、これ。あーなんか、何の将棋か忘れたし全然この形じゃなかったと思うけど、不意に藤井竜王がこう金金で金をモリモリして攻めてる将棋があったのを思い出したな。これは神のお告げか。今思い出したってことはこれを指せっていうお告げ。知らんけど。そういうこと、そういうことにしとこう。そういうことにしときまして。いや、大丈夫かな。こんな薄いことして。こんな薄いことして大丈夫なんかな。まあ、次に金出て、歩突き同歩同金とか、で、相手玉頭をがっつり縛いていこうっていう作戦ですね。はい、勝ち。こんな金出れればもう勝ちなんよ。これで、歩突き同歩同金で一歩入手できれば、歩突き同歩歩打ちの系統攻めが狙えるし、相手の方銀銀って立て直したのは、すごい形が良くなったんですけど、あの、系統を守ってるっていう意味では、すごい弱くなったんで、こう、銀引いたままの形だと、一応銀上がって系統をもう一回守るってことができたんですけど、ここまで行っちゃうと、もう系統を守れないんで、あーでもそこでブッサバキングか。あ、そこのブッサバキングはいい手ですね。ええ。この系統が狙われそうなんで、同歩同桂でもこの桂馬をさばいてしまおうっていう狙いですね。いい手だね。なんでそんないい手知ってんの？同歩同桂飛車回りには、歩打ってきて、桂馬取っても同歩で、飛車先を伸ばしてくる。さっきの相手の方の手筋みたいな感じで、同桂って取って、同桂の瞬間に無視するっていうのも、泣きにしもアラズイングなんですけど、アラズイングですけど、まあ、でもちょっと、同桂同桂の後に、桂馬捨てて、同香に飛車走るとか、なんかもうゴリゴリ攻められるから、ちょっと丁寧に受けとくか、ここは。丁寧選手でいこう。で、飛車回って。まあ、桂成りには飛車成りがあるんで、それは勝ちすぎてるんですけど、まあ、歩打ってくると思うんですよね。歩打ってきて。次は桂成りで取れるよって言ってくると思うんですけど、え、止まってる。え、ここで他の手があんの？え、もうここ歩の一手やと思ってたんですけど。角でとか？でも一応こっち次桂馬タダで取れるからな。なんか桂取りを受けてくると思うんですけど。いや、この間怖。この絶対こう風打ってくると思ってる時の間ほど怖いものはない。風ならノータイムで打てるんで、風以外の手を考えてるってことなんですよ。その風以外の手が見えてないんで、こっち。いや、これは呪音より怖い。呪音より怖いですね。ちなみに呪音とかそういうホラー系は苦手すぎて見れません。はい。それより怖い。それより怖いんよなぁ。どうしてくるんやろう。まあでも確かに風打つのって不満なんですよね。飛車先が止まって。だから相手の方としては、歩は打ちたくなくて、だから歩を打たない手で何とかできないかっていうのを模索してるのかもしれないですね。
ただないと思うよな。なんかあんのかな。ちなみに歩打ってきたら、こっちは歩突き、同歩、桂馬打って、桂跳ねの金銀両取りを狙って攻めていく手を見せて指していこうっていう風に思ってますね。まあそういうこう桂馬打つとか攻めていった時にちょっとこの金が前に出といた方が攻めに厚みが加わっていいかなと思ったんですよね。いやーでもここまで長考されたら絶対風じゃないな。なんか角出て桂馬取ったらブッチとかでなんかしばきに来るのかな。でもそれはさすがに、それはさすがになんともなってないでしょう。桂成を呼んでるってこと？まあでも銀冠が硬いから桂成でしばき合いもちょっと考えたいのかな。桂なって、まあもう飛車取る行って、相手の方は金か銀取れるですけど、まあ金ですかね。で、同角？で、その時に、こっちがすごいバランス型なのが生きてて、こういうバランス型の将棋ってなんかこう手の付け方が難しいんですよね。こうこっちを寄せるための取っかかりが難しいというか。で、今回もそのパターンで、あーなんか折衷案来た。あ、チュッチュー案来た。あ、そのチュッチュ嫌やな。あ、それ言いてすぎる。あ、それチュッチュされてるかな。チュッチュされてるってなんだ。日本語喋ってもろて。同飛車だと角出ようってことですね。で、そこで飛車で桂馬取れるんですけど、それは同飛車同桂の時に手番渡しちゃうし、飛車渡しちゃうと飛車の王手金取りとか、すごい気持ち悪いので無理ですね。バランス型は取っかかりが難しいって言ったんですけど、飛車渡しちゃうと一気に死んじゃうことが多いので、飛車は渡せないですね。だから同飛車に角出てきたら、飛車出れないんで、まあ飛車引くぐらいかなと思うんですけど、角がここ効いて、桂馬がここ効いてなんで、なんか桂成とか、角成とか、怖すぎるな。でもこれ相手の方も怖いと思うよな。まあそういう飛車で取ると角出て激しい戦いになる。それでしばき合いに行く手も全然あるんですけど、収めに行くなら同桂って取って、同飛車に桂馬打って飛車取りにしといて、飛車引いた時に歩打っといて、こう飛車の利きを止めておくっていう手はある。まあそんぐらいで妥協するか。そんぐらいにしとくか。ちょっとあんま激しい殴り合いは。こっちの顔がその激しい殴り合いできる顔してないんで、相手の方の方が激しい殴り合いできる顔してますよね。こう顔面に金銀いっぱい埋め込んで、すごい、殴り合いできる顔してるんで、こっちはまあなんか埋め込んでるけど、ちょっと顔面をなぜか戦場にこう出しちゃってるんで、なぜか自ら顔を戦場に出しちゃってるんで、ちょっと殴り合いはできないかな。これで歩打っといて、まあ、次にじっくり歩回収して指していく感じでいきますか。まあ、あんま焦らず行って。焦って激しい戦いすると、やっぱ顔面の差が生きてくるかな。結構相手の方顔面偏差値が高いんで、でも自分の棋譜はなんか一直線に切り合うの、わーなんか顔面偏差値高いってきた。それは適当。別にこれは顔面偏差値関係ないけど、次に桂成同飛車風成ですね。金寄って受けようかな。ちょっと変な手やけど、聞かされというか、ただ受けただけなんで面白くないですけど、バランス型の将棋はこう取っかかりがないって言ったんですけど、一回取っかかられると終わりみたいなところあるんで、取っかかられないように受けていく必要がありますね。で、角上がってちょっとこう効かしてきたんですけど、これはもともと7筋攻めたかったですし、角上がってきたら、なおさら角と攻めれるんで、ここは歩ついていきたいですかね。で、同歩に同金じゃなくて、桂馬打つのが銀冠崩しの手筋で、
次の桂跳ねが分かってても受けづらいというところですね。いやー、しかしそうですね。それでなんかやられて、桂跳ねは金引きで受けられてどうかか。金でも同銀同桂にもう金グイって上がって桂取りって言われて焦らされてどうか。ちょっと桂跳ねかな、桂跳ね。でも金引かれたらわからん。そうですよね。一発くさびは打っとく？くさびっといて、くさびぐそうなよな。逃げられた時がな。吐くほどわからんねんけど。でもこのままだとちょっと何かと歩とかで金いじめられそうですし、この金がちょっと中途半端な気がするんで、一回金寄って、中央に近づく。ノータイムで。ノータイミング。いやー、手がむずい。手がむずいよ。手がむずい案件ある。歩ついて攻めたいけど、角のラインが空いてくるから嫌。あー、手がむずすぎ案件来てる。強者逃げとく？そんな人いる？強者逃げて手渡すか。多分相手の方も指して難しいな。あー、そこ打つ手があんのか。くそ。難しいと思ったのに。ちょっと待って。うわー、ちょっと8筋回ったりしてなんか、攻め味見せてみる。取られて同銀、金打ちとか大丈夫かよ、金とか。金嫌やな。あ、でも金は飛車寄りがある。あ、そこ？そこは足す？歩突かれて。ひえー。シンプルな激戦。シンプルな激戦説。いえー！あ、同飛車なら、ここが取れる。ひえー！つく。これで紐つける。あー、でも取られるよな。いやいやいや、確かに確かに確かに。これ同銀で、しかもどうすんね。同銀ならもう一回くさび打つか。これ同銀でこう取られる手が残るから。でもくさび祭り。春のくさび、山崎春のくさび祭りで。逃げられて。いやー、なんかここもつく。わからん。手がわからん。成桂引かれてどうすんの？取ってなって歩成りとかも早いか。あー、同角。強す。強スイング。強スイング打たれてどうする？あ、フージング？フージングは取るよ。フージングは取って。フージングは取ってなんな。強スイングは逃げるよ。怖いけどねー。金打ちとか大手飛車あるからね。でも、ふなりまでの命なんや。ふなりまでの命なんや。ふうなれれば、そこそこなんやで。そこそこなんやで。ワイの攻めも。ワイの攻めもそこそこなんやで、これで。そこそこに厳しいんやで。にゃん。そこそこに厳しいんやで。厳しくないか？競馬。それは同銀で？あー、銀、あ、ちゃ、下がれる。詰んだかと思った。危ない。よしよしよし。逃げて。まだ耐えてる。まだ耐えてるよ。あー、けーなり、二の詰めろじゃないけど、何をしていけば私は生きられるの。銀打ちの詰めろ。同飛車。そこぼが効く。そこぼが効く。よっしゃー、シュガーシステム最強。ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけども、グラフはこんな感じになってます。先手番なので上に触れてたらこっちがいいんですけども、まあ全体的にちょっと押されてたみたいですね。まあでもなんか、この最近シュガーさんが発表された、このシュガー、対振り飛車のシュガーシステムなんですけど、まあ苦しくなってもなんか右に左にこう、のらりくらり、逃げ回ることができるので、その、相手の方としても捕まえるのが大変で、まあそういうところが最後ちょっと生きたのかなと思いますね。まあ神戦法。というわけで最後ここ逆転して、ここですね。このあたり逆転してるんですけど、まあなぜ逆転したのかっていうのを見ていきたいと思います。まあほんと最後の最後で逆転したんですけど、相手の方は最後飛車打ったんですけど、まあここじゃなくてももうちょっと前でもいいんですけど、これ7二玉っていう一手を指されてると、こっちとしてはもう、
勝つの大変だったみたいですね。7二玉って寄られるだけで、こういうルートが出てきて、こう相手玉捕まえるのが大変なので、これをどっかで刺されると厳しかったみたいですね。本譜は飛車打ちから攻め合いできたんですけど、これは銀打ちから押さえていけば、罪なので、こちらの勝ちになりました。まあ最後はまあ時間ないっていうところもあるので、なんかもう指運みたいなとこあったんですけど、指運があってよかったですね。いやでも楽しい。なんかこういうバランス型の将棋もな、やっぱ結構指すと楽しいんで、まあぜひ使ってみてください。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価、コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。